トップセイトンが使ってまいりますので伝説ポケモン1体までダイマックスさせてルールというわけなんですが、今回使っていくポケモンはこちら無限ダイラとなっております。このポケモンね、前回の伝説環境ではね、まあなんかほとんど当たったことないんじゃないぐらいね、もう本当に空気的な存在だったんですけれども、今回ねめちゃくちゃ見ないか。僕もね、先月のランクバトル終盤とかでこいつにタコられまくってね、本当にもういつかこいつを使ってもう見返してやろうというところで使う側に回ります。こいつね、ダイマックス砲っていうね、ダイマックスポケモンに対して威力が倍になるっていうね、壊れ技持ってるんですけど、まあ、ザシアの巨獣山と比べるとね、まあ正直、まあ、もう巨獣山が壊れすぎていて、まあ、ダイマックス砲は、まあ、タイプ的にもね、まあ、あとは攻撃が上がる特性もないですから、まあ、実際、まあ、ザシアンと同じようにはいかないというところから、ダイマックスポケモンきつかったわけなんです、無限ダイナは。ダイアースもきついし、ダイジェットでも簡単に崩されるしというところなんですけど、今回のルールはなんとダイマックスなしでありますから、もう無限ダイナの時代が到来しております。もう環境上位のエレキ、ゴリラ、ガエン、このあたりでもね、バグレベルの強さ発揮しておりますし、草タイプね、やっぱ色々多いわけですから、そこに対してのね、圧倒的な回答。あとはね、各種伝説ポケモンたちとまともにね、打ち合える性能、種族値。これを持っている。技もね、本当に範囲も威力も結構いい感じなんで、持ち物もね、豊富ですし、まあそこら辺でね、もう対処難しいんだよな。どうやって崩すか、なんか難しいね。普通に耐久振ってない方でも崩すのが難しい。ワンチャンコスモパワーとかでね、耐久してくるやつもいるからね、当たりたくないなってめっちゃ思いますね。今回組んできた構築はこのような感じになっております。前回はね、ジャラランガのね、対戦動画上げてるんですけど、ジャラランガね、もうバグレベルで強いんで、そっちの動画もぜひ見ていってください。まあ、今回のね、構築なんですけど、ジャラランガから組み始めているということで、まあ、フェアリーとかはね、まあ、きついわけなんです。まあ、なので、まあ、ゼルネアスとかザシアンは対策する必要があると、まあ、いうことで、まあ、どうするかってなった時に、まあ、なんか無限ダイナになったと。ゼルネアスに強いからザシアンっていう時代は結構ね、ちょっと終わりがちなところがあるようで、ゼルネアス使う人はね、ザシアンガンメタしてると、まあ、いうところがございますので、もう逆にね、ザシアン使えないというところからずらして無限ダイナに、まあ、行き着いたわけです。とはいえね、まあもうザシアンもゼルネアスも崩すのきついけどね、もう全部のもう伝説に対して結局立ち回りがね、かなり上手くないときついかなみたいなところを感じるご時世でございます。あとはね、もうガオガエンとかはね、もう抜いてるね、結構ジャラランガとガオガエンね、別にあんまり相性良くないかな。なんか両方ともなんかゆっくりゆっくり戦っていくみたいなポケモンにも、まあ、なっちゃうのと、まあ、ガオガエン入れた場合ね、まあ、相手の、まあ、バドレックスとかね、まあ、ちょっとコジョンドいることも考えてあんま出せないからね、機能しないっていうのと、普通にそこが全てすぎてやばいか。まあ、エンテをね、まあ、ザシアンにも強いし、バドレックスにも強いというところと、まあ、相手のね、追い風にも対応できるっていうところと、無限ダイナってね、そもそも結構一緒に、まあ、使われておりますスイ君。ここら辺がね、かなりいいね。スイ君はね、カイオガの攻撃をまあ半減し出すわ、あとゴリラエレキに弱いところをジャラランガと無限ダイナとかでね、ゴリ押しで保管できているというところとか、あるのでね、まあ相当いいかな。まあオーガとかはまあゴリランダとかスイ君とかエレキとか、まあ、無限ダイナとか、まあ、絡めて倒すと。レシエルケね、エレキネット使うことによって無限ダイナでザシアン抜けるようになったりとかね、そこら辺がやっぱり強いね。スイ君とかで、まあ、相手もね、スイ君とか入ってるザシアン構築多いんで、まあ、追い風とか張り合った後も結局エレキネットで、まあ、勝負決まるみたいなところもあるので、まあ、タスキも持てるし、安定してるしね、入れない理由ないかなみたいなところの構築になっております。ライコウもね、素早さ種族値がね、倍ぐらいになればいいんですけどね。まあ、というわけで今回ね、無限ダイナ活躍編となっておりますので、ね、この無限ホナミ編突入。はい、どうも、今回の犠牲者の方はアンコール VGC さんです。よろしくお願いいたします。さあ、まあ、ちょいちょいね、流行っている、ペリッパータンザシアン。雨の要素が重要というところなんでしょうかね。ペリッパーはね、地味にこいつ飛行技、ね、自分で雨にするから暴風必中。熱湯の威力も高いし、追い風使えて、まあ、飛行技が重宝されている環境ですしね。グラードに対しても若干ね、役割あるでしょうし、いや、こいつなのかもしかして、俺もなんかちょっとペリッパー、ターン、試す必要があるな。少なくとも研究する必要が間違いなくあるジャンルだろうな。今回あれですね、もうジャラランガのカモが4体も一らかしてるんですよね。ウロス両方カモだし、ペリッパーはめちゃくちゃ倒しやすいから、まあ、かなりクリアして、しやすい議題となっておりまして、まあ、ここまで出すじゃん。で、最後なんだよね。これ、スイカよりはエンテの方がいいかな。
ちょこのピリッパーのせいで、ね、ちょっとエンテイが火力出せないんで、そこがちょっと気まずいんですけど、ザシアンをダイナエレキエンテイでゴリ押し切ってジャラランガで締める。しかしもうなんかザシアンがじゃれつくなかったらもうその時点でも勝ちですけどね。ペリッパーとリアブーム来ました。あ、このスタジアムめっちゃ久しぶりだな。100回に1回ぐらいしかないんだけど、ガチで。このステージ。ガチ100回に1回ぐらいしかなくない？激レアなんですけど、岩なだれを相手に両方外す確率と同じぐらいなんですけど。で、相手の後ろがザシアンと、まあ、ガオガエンっぽいかな。なんか相手はもうどれ出してもなんか秘宝じゃんみたいな感じで、多分ね、僕のパーティーに圧倒されすぎて、もう慣れてる領域にまで突入しているんじゃないかなっていう気はしていますね。一旦まあゴリランダーは処理する優先度がそこまで高いわけでは、ないので、ここはまあボルトチェンジかな。まあ無限大でね、結構猫とか来そうですけどね。どうでしょうか。まあ、エレキに猫いいですね。全然いい。まあ、タスキ削られちゃってグラスライダー圏内になってるのは秘宝なんですけど、まあ、無限ダイルに対する猫がまあ相当濃厚であるということから、さすがにまあエレキは動かしたかったかなというところで悔いなき選択。まあ、ペリッパーがね、助け持ってるから、まあ、レジリキの攻撃ね、絶対耐えるみたいな感じだと思うんですよね。まあ、こいつほど助けが似合うポケモンね、ゴーカザルは弾とかもあるしね、こいつぐらいだろ、まあ、100% 助けみたいなの。ね。大体電気4倍があるせいで、タスキほぼ確定みたいになってるけど、それ以外に持つ相手はマジでなさすぎておもろいな。ここね、非常に難しい選択となっていくんですけれども、ここはいやマジ皆さん、ここ実は両守るっす。ここで直引きじゃなかったら両守るですよね。ここはね、ターン稼がないとダメっすね。うん、おそらくまあ、ゴリラ直引きはね、なかなか、やるとしてもなんかトンボとかなんかね、押したりしそうかなっていう気はしたんですけどね。まあ、ここでね、まあ、10万馬力持ってる確率でまあ結構低いっていうのと、まあ、なんかワンチャン撃たれても無限ダイナなら耐えるなみたいなところとかもございますので、まあ、無限ダイナ別に単体で動かしちゃってもいい場面っていうところがあるので、まあ、次のターンね、まあ、集中されてもまあなんとかなるべみたいな感じなので、そこの意識重視して、さっき両守りしたわ。何言ってるか分かんないかもしれないけど、まあ、直引きさえされなければまあ大体まあ追い方のターン稼げるだけの動きになってアドだよねみたいな感じですかね。さあジャラランガじゃなくてエンテ出していたことによって倒されはしなかったんですけど、なんか混乱しちゃった。嫌だな、混乱しちゃったな。グラススライダーで倒されそうだな倒されそうな HP だな。まあ、あんま関係ないと思いたいが、次の守るで追い風は切らせますね。追い風を切らすことが可能になっています。さあエジエレキのタスキが削れているため、追い風がなくなった後エレキネットプラス火炎放射みたいなことがしにくいという状態に、なっておりまして、まあ、いつも以上に気まずい思いを私しています。さあここでね、ザシア身代わりとか、まあ、研磨とかもいろいろあると思うんですけど、まあ、ゴリラ倒せれば結構ね、一番エレキが生き生きするかなってところなんで、まあ、ここはその形でいきたいかな。聖なる炎かな。ここフレアドライブで聖なる炎の方も強いんですけど、なんか無限大な上手すぎる集中が来たらね、ちょっと気まずいな。あ、さすがにそんなことない。OK です。ザシアンは剣前。まあ、これね、これ本当に千載一遇のチャンスを掴んだみたいなところあるよ、これは。これ、うん、これいい。この動きいいね。これ、剣の前見えたんで、
そう、追い風止んだ後にエレキでこの段ね、猫身狩りされないんですよ。剣舞見えてるんで、技構成としてもうあれです。ブレイブキャリバー、ブレイブキャリバーじゃないな、なんだっけ、あ、巨獣さん、なんか攻撃技、え、モロバレル来た、巨獣山攻撃技、剣の前守るがほぼ確定してるから猫身代わりがないんですよって言おうとしたけど、ガオガインじゃないんだけど、モロバレルなんだけど、まあでもじゃれつくない可能性もあまあるなこれ。いやでも剣の前されたらさすがにじゃららんが、でもきついよここはね。晴れを消し去りたいから、晴れじゃないわ、雨を消し去りたいから守ります。うん、でさっきのターンの話なんですけど、あれか、まあ、剣の前されてて、まあ、ヘドロ爆弾をゴリランナーに当てることができたんですけど、なんか僕がね、なんか追い風中に、まあ、素早さでマウント取られすぎて秘宝だったと思うから、そのターンに相手ね、まあ、身代わりとか剣舞とかそういうのも結構してくるだろうなみたいなところがね、もうバグレベルで濃厚だったんで、エンテがねゴリラ狙われるだろうなっていうのも濃厚だったから、巨獣さん一発なら無限大な倒されないから動けるだろうなみたいな感じで、まあ、動いたみたいな結果、もう別に剣舞とかされようがされまいがね、まあちょっと話変わってくるやつはいるけどね、ジャラランガとか、まあ、無限大なも一発で倒されるか倒されないかになるから結構違うとはいえ、まあ、どちらかといえば美味しいのかな。火炎放射ね、見せてないからね、まあ、エレキネット放射が出したに決まれば勝ち確だから、モロバレル守るなら絶対これでよくて、うん、これいいね。炎技がモロバレルと雑誌に一貫してるのがめっちゃいい。はぁ、あ、あ、まあ、いっか。関係はあるな、実際。え、関係あるな。関係しかないぞ。関係しかないじゃん、これ。終わった。当ててれば、これ、勝手に、当ててれば、勝ってるね。95%。これは勝ってます、イエイ。しゃあ、しゃがった、大変ありがとうございました。はい、と今回の犠牲者の方はアダムさんです。よろしくお願いします。さあ、まあ、これボーマンダもね楽勝と言いたいところなんですけれども、さすがにね多分ダブルウィングじゃなくて暴風型の、うん、雨パーツィーだと思うんで、ちょっとジャラランがね、俺はちょっと息苦しいね。スイ君出そう、スイ君を出して、うん、出してアマージョ取るねってきたら、もう手助けヘドロ爆弾でアマージョワンチャン狙ってこう。多分追い風ウィップとかでスイ君が倒されがちになっちゃいそうなんで、いやでもさすがにか、引いた方がいいか、どうでしょう。ゴリラに引いてもでもあんまり良くないんだよな。あー、トレーナーマーチョじゃない、余計なことを考えずに済んだ。スイ君活躍の時、これはねスイ君に挑発とかいらないことされたらねちょっと嫌ですけどもね。まあしっかりと倒せば後ろのゴリラでいけそうな見た目はしてるけど、いや電気弱点ダブルコントロールってことはライチュウもありえるし、なんならウオノラが一番ないか、普通にアマージョとマンダかな。でもアマージョの方が強いかな、マンダ出さないかな。でもアマージョほぼ確定か、もしかして。いやもうなんかわからない、何言ってるかもわからなくなってきた。もう自分が何者かすらもなんかわかんなくなってきた。もう別に追い風返す意味ないし、挑発リスクとかもあるから、もう初手バークアウト、 BA レベルになると暴風、まさかの相手も追い風しないパティーン。さあ、海王が雷を ぶっかましてきてるパティーンか。これはスカーフじゃないなら雷の枠があんまなさそうだな相手。うん、打たれても最悪耐えそうなぐらいだな。スイ君めっちゃ今回特防高めに設定しているということなので、耐えて切り返す、そのかっこよさが見たい。さあ、メテオビの半分近く入る、雷マジ持ってるんだけど、きち、耐えろスイ君、かっこいいとこ見てみたい、見てみたい。
マヒルだ。オッケーオッケー、セイ君のかっこいいとこ見てみたい。バックアウト。さあ、行った。いいですね。トルネロスがタスキであってもしっかりとクリアして、特防を、じゃあ特攻を下げていく。さあ、これで暴風では倒されなくなったっぽい。まあ、匂いは若干プンプンしてきてるので、ヘドロ、ヘドロで王が倒せるからな。まあ、一応追い風か、まあ、雷でね倒されちゃうと思うんですけども、相手が雷打つなら追い風が決まらない代わりにヘドロでカイオが倒して、いいじゃん。ヘドロが通ってるよこれ。いいよ。 OK で、相手がカイオガを動かさないのであれば、スイ君が追い風をできそうというところでね、非常に良いターンとなったのではないでしょうか。さあ、追い風を返していく。さあ、かっこいい。スイ君はもうね、風を操るから、そんな設定ないか、もしかして。スイ君といえばもうセレビーを救った男。多分。もう記憶ね、まあ、ないですけど、セレビーの映画あったじゃないですか。最後しか覚えてない。マジで。シワシワになったセレビしか覚えてない。さあ、ライチュー。来ましたね。ライチューだったということで、まあ、相手これはもうジャラランがなめなめ選出ですね。それは遺跡か。あいつ大型取るね、なんとかなるみたいなところはあるか。でもこれはね、もう相当無限大な、通ってるよね。でも相手追い風、一方的に消えてマンダラの流星群とかで無限大なを倒すみたいなルートも、まあ、取りそうかなっていう印象はありましたけど、まあ、別にそんなこともないということで、まあ、ライチュウがタスキなんかな。バークアウトでいっか。猫魂、オッケー、豊富、まあ、耐えますね。かっこいい。え、嘘でしょ、嘘と言って。セイ君、セイ君、オッケー。さあ、ライチュウが、タスキなくなっていったので、もう無限ダイナがどこを殴っても全部ワンパン。最高すぎる盤面が整っていきました。さあ、どれから倒してやろうかな。トルネロスから倒したら、ゴリランダーでほぼ勝ちと言えるので、トルネロスを狙うという優先度はなかなかの高さか。トルネロスに重ねてもいい。ここまで来たらもう重ねてもいい。さあ、凍える風、これもなんなら耐えそうまである、スイ君。これも耐えるか、スイ君。スイ君耐える！なんなら4しか食らっていない。4に抑えていく男。まあ、ここはね、無限ダイナ倒されることはないんですけど、ほっぺスリスリで行動不能になる可能性が、まあ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 、いや、そっち。まあ、あったので、まあ、その場合もね、考慮してネットをトルネロスに重ねておくことによって、まあ、最悪、ゴリランダのグラススライダーでトルネロスを倒していくみたいなところも、考慮した集中攻撃となっていましたけれども、まさかのスイ君が狙われるといった段となりまして、まあ、これ来たね。これも栄光の架け橋流れてます。脳内 BGM で。もう僕、脳内にユズを飼ってる。うん、飼ってるはちょっと叩かれるな。あかんわ、それは。ユズに出演していただいてる、僕の脳みそ上に。うん。ありがとうございます。さあ、ここはですね、まあ、基本って今なんかほっぺすりすりの謎の状態異常の方がもはや怖いまであるため、もうライチュウに対してグラススライダーをぶちかましていく。さあ、これは、さあ、倒していく。ライチュウをしっかり倒して、ここは、冷凍ビームされても凍ったり、急所なかったら全然、全然無限大まで倒せる。さあ、ここは倒して、いったー！この試合ちょっと無限ダイナ怖いぐらい刺さっていましたね。さすが無限ダイナです。対戦ありがとうございました。はい、というのも今回もご視聴ありがとうございました。無限ダイナいかがだったでしょうかと。まあ今回ね、僕が使ったのは、まあ無限ダイナのドラゴン技ギリというところでね、まあ弾とかでね、メテオビームなしもかなりいいと思うんですけど、まあ、コスモパワー型も使いたいしな。まあ今回あくまで一例となっておりますけれども、無限ダイナは本当に、自信を持って強いと言えます。嘘偽りはございません。というわけで、嘘偽りはないと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ということで、また次の動画でもお会いできることを楽しみにしております。それでは、バイバイ！